はい、それでは、今日今週もエモニープレイ配信を始めていきます。どうもジャルです。はい、ではね、今週のお品書きは、新しい神獣雷鳥登場ということで、いやー、まさかね、まさかもう新しい神獣出してくるかという話をしていこうかなと思います。はい、そもそもね、なんか今回ね、イベントちょっとタイミング違いましたよね。この雷鳥の場所、雷鳥の場所、これ始まったのって木曜日だったと思うんですよね、先週の。普段こういう、なんだろう、イベントが始まるタイミングって金曜日が多いんですけど、あ、田山さんこんばんは、どうもです。はい、なんかしないけど今回ね、この雷鳥なんかしないけど木曜日に始まってたんですよね。ということで、このね、雷鳥について見ていこうかなと思っていますということで、はい、スペックですね。いやー、工場兵器特化ということで、強いですね。工場兵器の攻撃力 78%、 攻撃中の工場兵器と射撃兵の防御力 104% アップということで、工場兵器の HP と防御のデバフってそんなない気がするんで、結構ここにバフかけるの強いなって思いました。あとは敵の歩兵の防御力もね、下げるのもいいですね。で、射撃兵に至っては防御だけじゃなく HP も上げるということで、なかなか普通に使いやすい。で、市長につけてもいいっていうね、感じになっていますと。ただ、特筆すべきは刻印な気がしていて、ちょっと、後で刻印を見ていこうと思います。富山さん、そんなんですけど、ついてこないのが残念。いや、そうなんですよね。この雷鳥さ、かっこいいから、みんな、多分楽しみに交換したと思うんですよ。なのに、これ、行軍でね、走らないらしいですね。今はいないかな、その、ケイローンとか、前回出たケイローンって、一緒にね、ドラゴンみたいに走ったじゃないですか。行軍でね、出てきたんですけど、ほら、この九尾の狐とかも、ちゃんと行軍走るんですけど、雷鳥はね、いなかったですね、せっかく雷鳥をつけても、行軍にお供で、ね、一緒に走ってくれないっていうね、残念な感じでしたね。いや、こんなになんかかっこいい雰囲気なのに、ちょっともったいない。まあ、ケイロンもね、良かったですけど、そう、雷鳥はね、なんかすごい、みんな好きそうな感じなのに、ちょっと残念な感じですよね。はい、それで、まあ、雷鳥のね、交換方法はいつも通りです。その神獣スケール。ペガサスも同様なんですよね。そう、ペガサスもね、走らないですよね。いや、ゴジラとかは走るのに、キンコングも走るのに、なぜ、その、ペガサスと雷鳥は別にしてしまったのか。ちょっとね、運営の、ちょっと考え方がよくわからない。ですね。不思議。あれ、セイレンって走ったっけ？どうだっけな。ペガサスちゃんとか、この辺、なんか、人気が高そうな。まあ、どれも別に人気がないってわけじゃないと思うんですけれども。せっかくなら、行軍走らせさせてくれればいいのに。はい、神獣スケールね、400個でいつも通り交換ということで、この400をね、集めるのが大変なんですよね。はい、今私、370で、なんとか、今日はね、無理なんで、明日ですね。明日、交換ができる予定となっています。はい、このね、神獣スケールのゲットの方法なんですけど、モンスター討伐ってなっていますと。ただこれ、モンスター討伐も気をつけなきゃいけなくて、曜日モンスター倒しても出てこないんですよね。今回で言うと、このヒドラ
とかバイキングみたいな、ボスモンスターは倒してもドロップしなくて、ベイヤールとか、ベイヤール、ケルベロス、あとはこの通常のボスですね。この辺はね、真珠スケール落とすんですよ。ただ、1日に落とすマックスが決まってて、42個までしか毎日落とさないんで、10日間ね、フルフルで、ゲットできれば、420。だいたいイベントが11日、10日ぐらいだったかな。なので、超頑張れば、全部ゲットできる。1回のイベントで1個アンロックできるっていう感じになってます。富山さん、セイレーンは走れます。あ、セイレーン走りましたっけ？はい、セイレーン持ってるんですけど、もうね、一切どこにもつけることもなく、はい、いきなりハーラルさんにつけちゃったんで、属州都市に座ってます。あ、長谷川さん、こんばんは。どうもです。はい、ってことで、今のね、期間はね、そのノーマルボスの、まあ、ケルベロスはちょっとノーマルボスって感じじゃないですけど、曜日ボス以外の、重要度がちょっと高いので、私ちょっと今回はね、バイキングとか、曜日ボスはね、ちょっとサボりがちになってます。はい、まあ、サボってないですけどね、普通に結構出してはいるんですけど、はい。で、この精霊の部屋、新しいアイコン増えましたね。この神獣の刻印っていう、アイコンが増えました。はい、選びやすくなっていいですね、これ。結構、いい UI の変更だと思います。はい、刻印ですね。これさ、刻印の順番、違くないですかね。違くないですかって言ってるのは、今ここで、このね、真珠精霊の部屋のアイコンのとこの真珠刻印、これを選ぶと左がペガサス、右がライチョウなんですよ。ただ確かこの真珠ね、真珠この真珠一覧が見えるところでこれ刻印を押すと逆なんですよ。ペガサス右なんですよ。ペガサス右、ライチョウ左。これなんか意味がわからない仕様変更だなと思って。そう、私大体ね、いつもの癖でここから押してるんですけど、アイコン増えてんじゃんって押したら逆で、あ、逆じゃなくなった。もはやどっちが逆なのかわからない。まあ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 、どうでもいいや。はい。また、ライチョウが左になりましたね。はい。で、この真珠の、アンロックまだな人は、まあ、どれをね、アンロックするのがおすすめかみたいなのを、前回ケイローンが出た時かな、ちょっとお話をしたんですけど、その時におすすめしたのはキュービの狐だったんですよね。はい、私が前回おすすめしたのはキュービの狐で、その理由がここの刻印属性ですね。攻撃時の射撃兵の攻撃力、すべての資源の生産力っていう、非常に重要な、バフがね、アップしますと。特にね、PVP で、重要になってくるのは、射撃での攻撃かなと思いますので、みんな大好きエレクトラスちゃんをもっと、強くするために、私はね、これを取りたいですと。はい、すべての、ね、資源の生産力も重要だと思っているので、これと取りたいなと思ってました。はい、ただ、はい、今週ね、意見が変わってます。ライチョウですね。はい、射撃兵を、作りたいならば、ライチョウをね、育てるのがいいかなって思っていて、私は、明日ですね、ライチョウをアンロックするつもりですと。で、その理由が同じなんですね。こいつも真ん中、ライチョウの刻印も真ん中に、攻撃時の射撃兵の生産力、射撃兵の攻撃力、あと全ての資源の生産力、これね、ちゃんと全く同じ、刻印があるんですよ。これ、パーセントも同じですよね。2.5、3.7%。こっちも 2.5、3.7%。つまり、この攻撃時の射撃兵の攻撃力、すべての資源の生産力、どっちも、ありますと。はい。ってなると、その他のところで差異を見ていくんですけれども、こいつの場合、狐の場合は、
刻印レベル10になってアンロックされるのが、中トン射撃兵の攻撃力プラス 10% 強いですね。雷鳥、はい、雷鳥は、中トン歩兵の防御力が 10% ということで、まあ、基本的にはね、この、刻印レベル10のところだと、まあ、キツネの方がいいかなって思う感じがするんですけれども、私はそれよりもこれ、ここを見て、雷鳥がいいなと思いましたというのが、この都市内の工場兵器 HP と、全ての資源生産力、はい、雷鳥なんか生産力が上がるのが多いんですよね。富山さん、キツネは騎兵、雷鳥は射撃兵だからですかね。あれ、キツネ、キツネ、キツネも一応そう射撃兵、キツネの方がね、なんか射撃兵な気がするんですよね。雷鳥が若干あべこべな気がするんですけど、私その生産力を、都市のその資源の生産力が、あるといいかなと思っていて、ちょっとこっちが、ただね、パーセント違うんですよこれ。全ての資源の生産力っていうのは一緒なんですけど、真ん中 3.7% なのに外側 1% なんですよね。これなんかちょっと気になっていて、上がり方が違うのかな。例えば精錬の時ってどうだったんだろう。精錬、まあ、22.2% まで、6まで上げるとここまで上がってますね。 22.2%、いやー、 3.7% のやつは同じぐらい上がりそうだけど、こっちは多分上がんないだろうな。はい、ただこの雷鳥のその生産力が2つあること、あとはついでにね、建設速度も上がるので、まあ建設速度確か狐もついてるんですよね。狐もここに建設速度がついてはいるんですけど、はい、なんかね、狐と雷鳥はすごく似てるんですよ。でもこの兵士の荷重ちょっといらないのがついてますね。はい、なかなかまずそもそもこの刻印の総合レベルをもう15とかにするのもね、多分ね、大変だと思うんですよね。10でやっとみたいな感じがして。あ、たまみさん、こんじゃるわ、どうもです。はい、そのこの刻印のかけらを、集めるのがもうそもそも大変で、今も私もこの段階ではまだ3つもあげられない、2つしかあげられないので、この辺のね、スキル、もう現実的なのが10ぐらいだなとは思ってるんですよと。で、ってなると、この個々のやつをなんかちょっとずつ上げる。このね、要求数も一応上がるんですよね、確か。はい、この刻印6から、7に上げるのに210も必要なんですよ。ちょっとやってらんないですよね。はい、これ無理なんですよ無理なんですよ。なので、現実的な回としては、1,2,3,4 でここ6上げての10を私1回達成してるんですね、精錬で。で、多分同じように育てることに多分なるなと、せめて10は達成したいなってなった時に、この全部の、5種類のやつを、比較すると、生産力が、こっちの方が高まるので、こっちの方がおすすめなんじゃないかなと。建設速度は一緒ですしね。で、行軍速度、兵士の荷重ということで、ほぼほぼ似てるんですけれども、この生産力のところがね、こいつの方が多くて、上げ方的には多分、111で、残りの7を43とかで振り分けるとかにして、なるべくこの石がね、充血の石が、少なく、でもこの特別なバフがアンロックできるように、上げようとするかなっていうふうに思っています。はい、そう、レベル100、一番最初のレベル1にするのに120必要なんですけど、その次に上げるの130になるんですよね。そう、エボニーあるあるで、どん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 コスト、要求コストが高くなるので、はい、ちょっとね、このその真鍮刻印を上げるのはもうだいぶ、なんでしょう、
長年の付き合いになりそうな感じがしてますね。少なくともその排出量を増やしてくれないとなかなか本当におまけみたいな感じがしてきます。富山さん、重複はしてくれないのでしょうか、刻印のバフ。あ、いや、重複すると思いますよ。なので、はい、これ確か研究と同じですね。研究で上がるバフと同じで、複数上げたら複数、はい、もちろんね、上げれる人は、両方ともアンロックして、この2つともね、攻撃の射撃兵の攻撃力、すべての生産力、あとこっちも、両方ともね、アンロックできるのが一番いいです。はい、私みたいにどれか1個しかできないっていう場合は、かつ狐がダメな時には、私はライトを先に選択する感じですね。はい、そう、バフは、確かエボニーミキさんにも書いてあったかな、その、ちゃんと重複して、発動するので、研究のバフと同じで考えてもらった方がいいですかね。研究よりはなんか秘宝のバフの方が分かりやすいかな。あ、まあでも結局別に使用するが存在しないからな。うん、研究と同じだと思います。はい、そんなわけで、ね、新しい真鍮が、来たので、私は今ですね、ひたすら今、モンハンをしているというところですね。で、そう、これでモンハンをしなきゃいけないんで、もう、ほんとね、スタミナがどんどんなくなってきていて、早く、資源還元のね、リワードをゲットしなければいけないんですけれども、ちょっと今日からね、いろいろ 5B のやつは達成できそうなので進めていこうかなって思ってます。はい、で、そう、タイトルにもあるんですけど、私本当はゴジラを育てたかったんですよ。はい、ゴジラのもうレベル上げられないんですよね。もう真珠の品質をアップグレードする必要がありますって言われちゃってて、レベル上げられないんですよ。だから、品質を上げたいなと。多分これ次がね、エピックで最後のはずなんですけど、このね、真珠の、なんでしたっけ、骨髄みたいなやつ、300血だっけな、360も必要なんですよ。はい、これなんていうの、赤血の髄髄、もういいよ、脊髄で。はい。なんか脊髄みたいなやつね。はい。こいつ20個で10個しかもらえなくて、で、私360必要っていうと、36回交換しなきゃいけない。360、720。720も集めなきゃいけないとかいう、結構ね、鬼畜な要求数になっているんですよね。まあでもね、ゴジラに、真珠スケール720使うぐらいだったら、さすがに、ね、雷中ケイロン、このキツネをアンロックして、刻印レベルとか、多様なバフがね、かかるようにすべきだわと思うので、やれてないんですよね。これがね、もうね、悲しくてしょうがない。はい。後回しです今回も。で、まあ、刻印のね、レベルを上げるためには一回レベル10にしなきゃいけなくて、経験値的にはね、この左に見えてる12.5メガぐらいね、経験値が必要になってきてるんですけども、今ね、真珠エキスポはだいぶ貯めているので、まあ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 、なんとかなるんじゃないかなというとこですね。5000エキスポ487ってことは、2メガくらいはあるかな。はい、まあ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 、レベル10にね、するのも大変ではあるので、レベル10にするために貯めつつ、次はね、ちょっと雷鳥をアンロックして、刻印で、このすべての資源の生産力アップと、こっちのすべての資源の生産力アップ両方、やって、まあ、バフがね、どれぐらい上がっていくのかなっていうのを見ようかなみたいに思っているところです。
はい、ということでね、さっきもお伝えしたんですけれども、心中スケールですね、今、370あるので、今日、リセットの直前ですね、火曜日のリセット直前の段階で確か352だったんですよ。私心中スケールが352ある時点で、昨日分はねもうマックス取り終わって352だった。あれ 352?350 どっちだっけな、352だったような気がするんですけど、はい、352が昨日の時点のマックスだったので、今日は、全部フルフルで取っても394までしかいかないんですよね。はい、1日42個しか落ちないので、しっかりね、毎日42をゲットすることで、明日にはね、来庁召喚できる予定となってるので、まあというよりもうこの1週間もう全部ですよね。あれ7日分ですよね。7日分というか、まあ明日交換ができるっていうことは、5日分は丸々貯められるから、まあ5し200、まあ240ぐらいかな、240ぐらい、マックスで余らせた状態で次のイベントの時にも回収ができるって感じですかね。はい、まあイベントがね、来るたびにしっかり、ボスを買って心中スケールをゲットしていこうと思います。はい、っていうことでね、ノーマルボスを優先なんで、ケルベルス、ああ、進軍上限に達してるよ。どうしようもない。はい。そう、曜日ボスでね、曜日ボスから落ちないっていうのをね、あまり理解してなかったので、しっかりね、このベイヤールとかケルベロスをね、しっかり殴っていく必要があるんだなっていう感じです。外山さん、ナイトコインってモンハンで何を借ればいいでしょうか。あ、ナイトコインはなんか何でも落ちたはずですよ。ナイトコインはですね、バイキング以外だったと思います。ヒドラとかからも落ちた気がする。でも私ね、今日すでにモンハンを大量にやってしまったんで、それは映ってないかもしれないけれども、バイキングって落ちたかな。ケルベルスとかはね、もちろん落ちますね。ヒドラも落ちなかったっけな。うん、ゴーレムも当然落ちますね。あ、ヒドラ落ちない臭いぞ。ゴーレムも曜日ボスじゃないんで、こいつはね、心中スケール落とすんですよね。まあそもそもね、心中スケール落とすのちょっと渋いですよね。もっとなんかドロップする確率を上げてほしいですよね。うん、ケルベロスはしっかり落としてる。そう、バイキングは特別枠で多分落とさないんだよな。うん、ケルベロス、ベイヤール、いや、やっぱりケルベロスベイヤールがおすすめですよね。で、これは、あ、これ1時だ。あ、私、ゴーレムそんな殴ってないっけ？うん、ゴーレムはやっぱナイトコイン落とす。はい、やっぱりですね、曜日ボス以外だと思いますね。ヒドラそういえば落としてない気がする。ヒドラとかバイキングみたいなその曜日ボス以外で落ちるんじゃないかなと思われますね。なんかちゃんと計測をしてないかもしれないんですけれども、確か感覚ヒドラとかってそれ単体でうまみのあるボスなので、なんか落とさないね、ナイトコインは比較的一気にドカドカって落ちるんで、序盤でなくなっちゃいますよね。10-10とかいう落ち方したような。そ
そもそもログがあんまり、うん、そうナイトコイン10とかで落ちるんですけど、ナイトコインって1日40だったかな、よいしょ、あ、ちょっと待ってくださいね、舞台が帰ってきたぞ、舞台が帰ってきた、舞台が帰ってきたってことはやった、ベイアール間に合う、頑張れ、走れ、イエイ。でケルベロス2にも出していく、出していく、ダブルドロップ回し回し、はい、オッケー、はい、ナイトコインですね、今話に出てたナイトコインですけれども、毎日ねそのモンスター討伐で40しか落ちなくて、結構1回でね10とか落ちたりするんで、なかなかなんかあんまり実測というかすぐに40集まっちゃって、なんかあんまりね感覚がないんですよね。吉田さんこんばんは、コメントありがとうございます。はい、ナイトコインの場合はちょっと大変なのがね、この資源採集ですね。毎日レベル13以上の資源拠点、その資源拠点って何って感じですけど、まあ、タイルをね採集するとナイトコインを入手できます。で毎日の上限数は10個ですみたいになってるんですけど、これね一応13以上じゃなくても一応落ちるには落ちるんですよね。はい、パレードマスクとかも落ちるんで、私もレベル3、4とかをすごいクリアしてるんですけれども、はい、バーブでねポイントをゲットしている間にこういう近くのレベルね5以下とかをバン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 攻略すると。ただこれ見てもらうと分かるんですけど、レベル9の鉄鉱山の土地からもしっかりねナイトコイン落ちるんですよ。はい、ナイトコインの説明のところにレベル13以上とか書かれてるんですけど、あれの多分正しい読み方はレベル13以上は確定でドロップで、それ以下の時にはまあ、レベルによって確率が変わるよみたいな意味合いで私はなんとなく思っています。はい、なのでナイトコインね集めたいのであればレベル13以上を回ってもらうのがいいんですけど、まあ、別にそれ以外のねところをパレードマスクを回収するのと合わせて資源採集をねしまくるとナイトコインも自然にちょっとね集まるっていう、期待が、持てますというところですかね。ただそのモンスターが一気に10コインとか落とすのに資源採集渋くて1個なんですよね。これねレベル高いとこ最近やったかな、やってない気がすんな、レベル8とかばっかな気がする。そうレベル8とかでもね全然落ちるんですよナイトコイン。そうただ1ずつとかなんですよ、レベル11もね、はい1です。でレベルね15とかレベル15とかの土地ね今日採集してない気がする。はい、昨日モンハンデーだったんで資源採集よりもモンハンしまくってたんですよね。同盟木工所はない、透明木工所はない、あーダメだ、もうレベル2とか4ばっかだ。はい、レベル7とかでもねナイトコイン落ちるんで、1個ずつしか確かですけど、タイルから取れるナイトコインって毎回1個ずつだった気がしますと。なのでもうレベルね7、8とかをたくさん行くのがおすすめです。時間効率がいいと思います。はい、まあなんかまあそんなにね頑張って無理して銃集めなくてもいいかなと思いつつも、まあもらえるならもらえた方がいいので。吉田さんレベル16は一つでした、そうですよね。はい、私もねなんか1位以外見た気が しないんですよね確か。はい、あでこのねナイトコインがちょうど100個余ってたんで、引こうかなと思います。はい、まあおさらいですが、ナイトコインねまあいろいろパーセントあるんですけど、これどうでもよくて、重要なのは、40回ですね。40回回すと絶対に限定商品が当たりますって。何かっていうとこれ、アレースのうちの結晶150ですね。40回回すと、絶対、150個ゲットできますということで、このねこれはこのナイトコインイベントって、いつもの期間限定の11日間かな。で、ずっとやってるので、1日50個。まあ、全部、モンハンだけだとしても40個。で、10日でもう400、
400集まるので、まあ、40回ね、大体できるんですよ。ということで、しっかりね、回して、この天井のね、150個、毎回ゲットできると思いますので、しっかりこれをゲットしていきましょうというところで、いい子。お、なんか資源いっぱいゲットした。わーい。はい、そんなところで、まあ、ちょっとね、毎日何個取ったかっていうのをね、出してほしいですよね。まあ、そんなめんどくさいことしないだろうけれども。はい。モンスター討伐、レベル3以上のボスを討伐するとってね、レベル3じゃないレベルスから普通に落ちるんでね。さてさて。ケルベロス、ケルベロスさん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 、お願いします。わーい。かまいたちさん、かまいたちさんはちょっといいか。はい、どこまで話したっけ。うん、この辺の BR からうろこ落ちなかったけど、このケルベロスから真珠スケール2個落ちてますね。やーい、わーい。はい、あとは、何の話をしようかな。真珠のところは、はい、まあ、一通り話ができたかなと。はい、バーニンコジラを、育成を諦め、引き続きね、アンロックを進めていきます。ライチョウを次に開け、その次はキツネ、その次はケイロンで考えてますと。はい、キングコングはね、もうなんかイベント、最後のイベントっていうお触れがね、あったので、もう私はゲットできないですかね。悲しいです。はい。この時ね、なんか忙しくて全然、確か真珠スケール集めることできなかったんだよな、確か。はい、これね、残念ですね。まあまあまあ、そんなことを言っても仕方ない。今できることをやりましょう。ということで、じゃあイベントの、いつものイベントの振り返りのところをやっていこうと思いますと。ということで、イベントの振り返り、サーバー戦争かな、やっぱり先週はね、はい、昨日までのサーバー戦争ね、お疲れ様でしたということで、私は今回も、117ポイント、今回、前回よりちょっと少ないのかな、前回は、ゴールド1取ったんだっけ、違うな、前回と一緒な気がするな、シルバー3まで。なんで同じかな？はい。シルバー3まで、スコアを獲得することができました。ということで、23位に、います。ハラペーニョ、55、117M ポイントですね。で、一応、ネガティブスコア、今回はね、42M に、抑えたので、まあ、差し引き 70M ぐらいのネットスコアプラスですかね。はい。前回がね、ちょっと、マイナスを叩き出してしまったので、今回はポジティブで終われてよかったですと。はい、今回ね、羽取りシーンさんという方がね、羽取りができていて、うちの同盟のね、マティさんとかも惜しかったんですけど、ちょっとね、最後の最後うまく、ランキング残ることができずという感じになっていましたね。はい、次回は頑張っていただきたいというか、次回からはね、私も参戦予定です。はい、やっとね、今週の、資源還元イベントで兵がね、1億用意できるので、はい、ここから私もサーバー戦争を力入れていこうかなと思っています。ちょっとね、これまではなかなかね、なんだろう、攻撃に行ってもカウンターでやられるっていうのが多かったので、あまり行けてなかったんですけど、今回とか前回とかもね、なかなか、まだ中途半端な出来でも、それなりの成果を出すことができたので、やっとまともに、戦えるようになったかなっていう感じがしています。はい、ちなみにね、このサーバー戦争はめでたく勝利をしたんですけど、なんか圧勝のように見えて、そうではなくて、オートをね、征服してましたね。はい、今回うちの同盟のムーンさんがね、ムーンさんとお強い皆さんが相手サーバーに行って、敵の王城をね、征服してきてくれたおかげで、勝利することができました。それがね、なかったらね、1B、2B ぐらいのね、マイナスで負けていたんですけれども、はい、いつも通りの、はい、王城選挙勝ち
になってましたね。はい。で、で、PVP のところを見ていこうと思うんです。おー、真珠スケール。やった、やった。ってことは、帰ってきた？帰ってきた？今日ね、また11時から、うちの同盟は、バイキングチャレンジがあるので、またね、忘れずに、やらないとなと。一応、11時になったらね、この、軍隊の召集の、大規模攻撃用のイベントがね、あって、画面が赤くなるので、11時になったよっていうのは自然とね、気づける仕組みになってはいるんですけれども。出た、出た、出た。はい、保存済み。これが今回のハイライトですかね。このカジノヤシロを占拠している相手サーバーの人、うちのサーバーのカジノヤシロですね、を占拠している人がいたので、まあ、攻撃に行きましたと。はい、この方確かレベル30、計35だったかな。はい、で、まあね、ヤシロは、攻撃したんですよ。まあ、攻撃したのは良かったんですけど、ヤシロってね、属州都市つかないですね。属州都市ついてなかったんで、デバフは、ああ、この程度なんだなっていうのはよく分かりました。いつも、属州都市でね、デバフ結構効いてるイメージだったので。で、属州都市のアタックがないんで、射撃のね、バフも988で、まだ 1000% 超えてないっていう感じですね。はい、で、攻撃をしたのがいいんですけど、これがね、22時51分48秒の出来事なんですけど、はい、その10秒後、そうですね、10秒後ですね、倒しました、ログを見ました、ログを見ましたじゃないんですよね、いや、ログを見ましただな。停戦協定をはるか一瞬悩んで、まあ、この人には負けない気がするなと思って、ログを見た瞬間にまた赤く光って、見たら、違う強い人が攻めてきてましたっていうので、この、エンツォーさんっていうね、方からね、攻撃を食らいましたと。はい。で、これがね、ポジティブで、ポイントを獲得することができましたと。はい。今回の私のポイントはね、主にこのポイントを獲得した感じになっていて、まあ、戦力的には、私が 52.8M 損失、相手が 124.6M 損失ということで、一応防衛勝利という感じになっています。で、バフのところがね、重要かなと思ってます。今回ね、先々週の、配信で、もう1500以上の、敵はもう無理ですと負けますっていう話をしていたんですけど、まあ、今回はね、1269だったのでね、なんとか1名を取り留めてましたね。で、射撃兵のバフも、だいぶ上がってきて 472% 相手の攻撃力を下げることができていますということで、正味相手のバフは、まあ800ぐらいですかね、になってたので、まあ、我々の、まあ、バフ、防御系のバフと、まあ、そんなに遜色ない感じにすることができて、なんとか耐え忍びましたという感じですかね。はい、一応ね、次のサーバー戦争のタイミングって、装備の合成かなの、限定イベント、資源還元イベントが確か始まるはずなので、まあ、そのタイミングでまたアケメネスの指輪を作って、射撃兵のデバフね、攻撃デバフを 40% さらに上げようとは思ってるんですけれども、まあ、今はね、まあ、しっかり、1269% の、バフであれば、なんとかブロックすることができましたよと。で、この時の、騎兵が4000。4300万ですかね。はい。まだね、1億いってないんですよ、私。はい。まだ、用意ができてなくて、今週ね、今週の、訓練、王の対決訓練のタイミングで作ろうとしていたので、先週作れなかったんですけど、まあ、4000の、騎兵でも、まあ、なんとかね、それなりの成果が出たかなということで、結構良かったのかなと思ってますと。まあ、騎兵はね、当然、軒並みやられていて、で、これね、一番問題なのが、射撃兵をね、ダッシュで戻らせるの忘れてるんですよ。はい、このね、ロゴを見ていただくと分かるんですけど、射撃兵13いるんですけど、ちょっとしかいなくて、射撃兵 12もちょっとしかいないんですよ。5万とかしかいないんですよ。これ、社を殴りに行っていて、射撃兵が
減ってるんですよね。これちょっとね、構造バグだなと。せっかく防衛官に常時をセットして射撃兵のバフがつくようにしているにもかかわらず、防衛するときに、いざ防衛するときに射撃兵がいないっていうね。もともとその殴ったときに攻撃を食らっても問題がないように、T1 兵を作っていたんですけれども、基本的にはやっぱり削るし、削る役は工場兵器と射撃兵だと思うんですよ。ということで、私射撃兵ね、足らないですね。射撃兵たくさん作んなきゃなっていう反省をしました。アタックしないでね、本当に防衛に専念してるときは別にいいんですけど、アタックしてきたとこに対して偵察かけてさらに攻撃するっていうのもやりたいって考えると、射撃兵無限に必要じゃんって今回思いました。はい、ということで、あんまり上げると戦力がね、上がって、殴ってもらいづらくなっちゃうんで、なんとか600M 以下はキープしたいなとは思ってるんですけれども、射撃兵増やさなきゃっていう、データがね取れて非常に良かったです。はい、先制攻撃で殴りに行くのやめようかなみたいなのをちょっとね思いましたね。はい、ブロック射撃兵がこんなに足らないとはという感じでした。はい、ちょっと出させてほしい。イフリートはどうしようかな。ヒドラも3以上なら殴ろうかな。まあいっか、とりあえず1回するしよう。はい、そんなところでですね、なかなかこの 5.9 ゲーム、まあこの方ね、私ね多分 2,3 回叩いていて、もうちょい稼いでるんですけれども、それとあとはこの防衛のところで、なんとかねポイントを稼ぐことができましたということで、この時ね、なんかね、さらになんか焦ってたんですかね、騎兵をなんかちゃんと逃がせてないので、あ、まあ多少は逃がしたんですけど、なんかT12 の騎兵をちょっとなんか逃がし忘れてますよね。はい、ちょっとだらしないですね。はい、この辺をねしっかり逃がしたりっていうのをやって、無駄、余計な損失を抑えて、はい、もっとポジティブスコアがね取れるように、はい、やっぱね、やると課題が見えてくるのでおもろいですね。月見さん、あ、コンジャルはどうも。ジャルさん防御もできてうまうま。いやー、ちょっとね、防御ちょっと中途半端で反省があるんですけど、はい、やっとこさ防御もできるようになってきました。はい、本番の時はね、アラビアじゃなくてちゃんとロシアに変えてやろうと思ってるので、はい、次のねサーバー戦争からは防御で、はい、稼げるようになりたいなっていう感じがしますね。はい、このね手の内をね、ひたすら配信の中で手の内をばらしているので、相手になるサーバーに私の、配信を見てる方がいないことになります。まあそんなに見てる人はいないと思うので大丈夫だと思ってますが。はい、ということでサーバー戦争についてはそんなところですかね。あ、はい、サーバー戦争でね報酬ゲットしたので、はい、シルバーさん開きます。はい、いやー、この命の源とかね嬉しいですね。はい、これを安定して稼げるようになるとやっぱ違うと思うので、はい、今後もサーバー戦争頑張っていきたいなと思います。はい、で、あとなんかアワードパッケージノーマルとか、レアですね、これは前の王様かな、アーチさんかなから、はい、いただきましたということで、ありがとうございます。これ開けるの忘れてたんで開けました。はい、で、あとは蛮族がねまた始まりましたね。はい、今ブロンズ2まで行ってます。ほいほいほい。お、富山さん、私は今回2回全滅させられました。 7.5B と 5.7B で一撃で潰されました。バフデバフがまだまだですね。いやー、その 7.5B と 5.7B ってもう K37 とか8とかじゃないですかね。ちょっと見つかる相手の運が悪かったですね。
ちょっと強すぎるよ。強すぎるよ。それはね、一撃でやられますよ。まあ、なんていうか、その戦力が高いからバフが高いのは、必ずしもイコールじゃないので、はい、まあ、現実的なバフだったら、あれなんですけど、そう、1500くらいまでならね、ブロックできるようになると嬉しいですよね。射撃のバフが500とかを超えてくると、1500バフまで多分耐えれるだろうなとは思ってるので、はい、射撃のアタックデバフをね、どれだけ高められるかなっていうところだとは思ってはいますが、はい、ただ、それはちょっと災難でしたね。厳しすぎる。7.5B と 5.7B とか相対したくないですよね。私 1.2B でもフルボッコなのに。そもそもね、カウンターでアタックいけないですからね。 100% あの T1 の壁がね、2億とかありそうですし、えぐいですね。あ、ケルベロスさんだ。ドロップ増し増してお願いします。ほい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 。はい、そう、北方からの侵略者が、先週から始まりましたということで、私、いつも通り、病院をね、マックスまで埋めて、かつ、離脱編になるようなね、状態で、今、毎日、殴っていますということで、今は 8400M ですかね。さすがにサーバー戦争期間はやれなかったので、昨日からスタートした感じになっています。まあ、もうね、チャレンジ回数減っちゃってるんですけれども。はい、今回も 500M を目指してやっていこうかなと思っています。はい、それ以上はね、目指せないので、はい、ランキングリアードじゃなくてこの勲章、スコアリアードか、はい、500M 目指して、やっていこうかなっていう感じですね。はい、まあ、ただね、ちょっともう私、射撃兵が足らないので、はい、射撃兵のね、 T13 兵がそもそも少ないんですよね。16万しかいないもんな。これをもうちょっとね、増やさないといけないですね。あと、工場兵器も13少ないんですよね。まあ、その13少ないのはちょっと理由があって、まだね、戦力を、上げるタイミングじゃないよなっていうのが一つと、あとは、どうせ13つくんだったら、この軍隊の招集イベントの、ここですね。50万人訓練する。これができる状況で、増やしたいよねっていう、目論見があって、やれてないんですよね。はい。すべての、資源のね、生産力が、もう 10B いけますと。もう毎回 10B クリアできますっていう状況だったら、できるはずなんですよ。この 10B をね、余裕で毎回のイベントで達成できますっていう状況であれば、軍隊の招集で作りまくっても問題ないので、はい。軍隊の招集で、全兵種ですね、50万作る、T13 を50万作るのって確か 8B ぐらい必要なんですよね。7B から 8B。確か 8B だった気がするんですけど。はい。でも建設もしたいねっていうのを考えると、やっぱね、もう 10B、安定 10B が必須になってくるんで、はい、このね、しっかりね、やりたいんですよね。私の目標は、このね、軍隊の招集の、70点満点クリアを、10回すること、10回クリアして、このね、軍隊の招集のこの、たった10しかもらえない、報酬もしょぼい、この実績をね、クリアすることがね、目標なので、はい、ついでに、エピック将軍もね、10個手に入るんで。はい、これに向けて今生産力を上げてる感じですかね。吉田さん、建物を優先していて兵士が全然作れてないです。いや、わかります。私今K34 なんですけど、もう K34 時点でえぐいんですよね。生産施設でさえ33から34に上げるのにもう1億ね、普通に要求し始めていて、ちょ、何言ってるのかわからないですよね。酒場、あ、そう、この神殿とかも上げるためにも3億とか必要で、はい、集結の場ね、建設、王の対決で建設来たら、集結の場、次上げる予定なんですけど、
これもなんかしないけど7億とか必要なんですよね。はい、なのでおそらく今週はこの 10B を作ること、あ 10B じゃない、T1 を、1億作るので、米と木だけ消費が増えるんで 10B10B、鉄と石が 5B ずつっていうのをクリアして、そこで貯めた貯金で次回は10B 分を丸々、施設ですね、K35 に上がる前になるべくほとんどの施設を34にしておきたいなと思ってるので、特に神殿とかね、神殿ね35に速攻したいんですよね。この日々の名声、名声じゃない方、これなんだっけ、経験値か、勲章エキスポが2500増えるので、そうすぐ上げたいと思ってるので、もうなるべくもう前節ほぼほぼ K34 にした状態で K35 に着手したいなって思っていて、はい、なのでそうだからこそ序盤で話をしたその神獣の刻印、特に雷鳥の刻印でゲットできるこの生産力 3.7% とか、この 1% この 1% さえちょっと重要だなと思ってるんですよね。はい、資源の生産力を上がって悪いこと一切ないんでね。はい、でね、生産設備、私基本的には全部もう33にはなってて、あと34もね、鉄と石がまだ33かな、あ農場もまだですね、木はね確か全部ね34にした気がする。はい、こんな感じで、なかなか生産施設もね上げるのも高いので、なんとかねこのスピードアップ期間とかでも建設をして、この生産施設は上げて、で、この資源の消費還元イベントの時に建物を上げまくって、でそうすると必然的に食料が減るんで、食料を、10B に近づけるために T1 の壁を増やしてっていう。T1 の壁はね、最終的には 1.5 億作りたいなと。いや、最終的には2億なんだけど、はい、1.5 億までは作りたいなと思ってるので、はい、なんかそんな感じで調整をしながらね、上げていこうかなって思ってますので、はい、予定的にはね、K35 になるのが、おそらく、今9月でしょう？1ヶ月に1回だから10はスキップ。11月の資源還元イベントで、アップグレードに着手できたらいいなみたいに思ってますね。はい、どうなることやらって感じです。ちなみに K36 にする要件として、戦勝記念塔でしたっけ？をなんか上げなきゃいけないみたいなのがあったと思うんですけども。よいしょ。あれについてはね、もう1体、エレクトラは、もう達成してるので、5.6M、5.8M 忘れちゃいましたけど、まあどちらにせよ、はい、エレクトラがもう達成しているので、あともう1人将軍作んなきゃいけなくて、もしね、羽取りができたら、今度はモンハン用の、キャラを育てようと思っていて、彼ですね、注目してるのは、このカエサル君をね、しっかり上げていこうかなみたいに思っています。はい、限界突破をねできる予定があるので、カエサルさんをね、上げたいなと思って今準備を進めています。まだね限界突破ゼロなんですけれども、かけらがね、カエサル、まあ、もう何でもいいんだけど、なんかカエサル分かりづらいよな。こいつだよな。なんかね、なんかと似てるんだよな。ポンペイオスだっけな。なんか、めっちゃ顔、これだこれ。ほら、ポンペイオス。ポンペイオスとカエサル顔似すぎじゃないっす。今、60だからいいけど。分かりづらすぎるよ。はい、まあ、カエサルさんね、今、60個かけらがあるので、まず星1にはできますと。で、星2にするためには、全部で90かけら必要なんですけれども、今やってるね、マヤのケージ、
今あの私またランキング1位にいるので、運よくねこのまま終わればまたカイザーのかけら45個ゲットできるので、この45個ゲットすれば確定で、もう星2までは、上げられる。星赤星2、まあスター7ですね。正確にはスター7といった方が分かりやすいのか、スター7に、もう上げられるのが、もうほぼ転廃状態ですという感じですね。2位でも30個手に入るので確実に、上げられることができます。なので、この限界突破を、することができるので、まあ、この辺のね、モンスターのデバフとかも入ってくるので熱いなと。で、おそらくこのスター8にもできると思ってますので、はい、まあ、この辺を、上げると、この辺を上げるとなると結局特性もね、あの上げたくなってきっと上げるでしょうと。はい、特にね、ダブルドロップ率をしっかり上げていくことができて、あの美味しいと思ってるので、はい、この辺をね、上げればおのずと、まあさすがにね、この4つ目までは特性そんなに集まんないかなと思ってるんですけど、はい、この特性を上げることでも戦力が上がるので、おそらくカエサルを、使うことで、まあまあなんとか戦勝記念塔の、に必要な2人は用意できそうだなみたいに思ってます。あ、レクセルさんコンジャルはどうもです。富山さん、マヤ全然上に行けません。いや、マヤはですね、マヤは根気ゲーです。はい、もうひたすらリセマラをしましょう。そう、もうね、ひたすらレックスさんが帰ってきてる。なんかどっか行ってたけど、よいしょよいしょ。とりあえずこれだけ出して、はい、ちょうどマヤが出てるので、はい、マヤですね、ランキング今11,300で、前回またなんかね 1.5 ヶ月ぐらい前かなに、確かマヤの掲示ってあったんですけど、その時私確か11,200点で1位だったはず。なので今回はね、その時よりも点数高いので、まあまあ1位狙えるのかなと。まあ、ただこのね2位のアズマックスさん11,120とだいぶ迫ってきてるので怖いなとは思ってるんですけども、はい、私ね、あと150点伸ばせたんですけど、ちょっとリセマラしんどすぎて途中で諦めて進んじゃったんですよね。はい、で、一応マヤの稼ぎ方のところですかね。はい、これはクリア後の画面でちょっと申し訳ないんですけれども、なんていうか、この辺のバフ、気にする必要がないですと。まあ、なるべくね、工場兵器を上げればいいんですけど、月見さん、ジャルさんの返せる、マヤでちゃんと強化されててすごい。はい、そうなんです。もう、マヤをしっかり頑張って、モンハンモンスター育てようって。学費ちゃんはちょっともうやめようって なりました。けれども、はい、しっかり、マヤを頑張ればね、限界突破まで目指せますんで、効率がいいやってなって、はい、マヤをね、頑張ることにしてまして。はい、まあ、マヤで、一番重要なのは、エピックバフですね。重要なエピックバフをどれだけ取れるかです。この豊かな食料ですね。最初のステージ1に入ったときに、この金のね、バフもらえるんですけど、これは豊かな食料がおすすめかなと思います。一番ね、最終ステージに入った時に、HP が、多ければ多いほど最後のねポイントに跳ねるので、ヒーリングストーンが必ずしもたくさん取れるわけじゃないので、豊かな食料がね、いっぱいある状態っていうのが一番いいかなと。はい、であとは必ず毒の塔ですね。毒の塔が出るまでリセマラをする必要があります。このポイントなんですけど、なんだっけな、戻ると分かりやすいか。あ、もう戻ってもしょうがねえや。もう戻ってもしょうがないからステージ1に戻る。ステージ1に戻るとバフが見れなくなっちゃうな。
ちょっと待ってくださいね。ラリーに乗りたいので。バイキングアイスブレーカー、今週は気づけた。わーい。毎週ね、このね、最初のバイキングアイスブレーカー見逃すんですよね。なんか、赤 Wi-Fi が出た。赤 Wi-Fi が出たときは、だいたいスタミナの回復が、システム時間とサーバー時間でずれてるとき。ほらね、さっき35だったのに33になっとる。はいはい。知ってるよ、知ってるよ。こういう動きでしょ。よし。はい、バイキング出したんで、いや。はい、前のケージの話の続きなんですけど、今ちょっと戻っちゃいましたけど、マヤの守護者はね、20ポイントとかだったかな。で、マヤの名前出てこないや、なんだっけ、この辺に殴るやつでしょ。あ、マヤの戦士か。はい、マヤの戦士が10ポイント、マヤの守護者20ポイント、マヤの大司祭がなんか30だか50だか忘れたんですけど、あとはそのクリアしていくと、まあ、200とかポイント入ってみたいな感じになってるんですけど、重要なのがタワーですよね。タワーの、征服をしてもポイントが手に入って、なんか強風とか月とかいうタワーは、50ポイント。で、こっちにね、毒矢を放ってくる毒矢の塔が、100ポイント手に入るんですよ。あれが重要で、しっかり毒矢の塔が、出るまで、で、かつ毒矢の塔がね、出るのが、ステージ1、2、あとなんだっけな、4、5、まあ、確か8箇所ぐらい、7、8ぐらいかな。7箇所か8箇所ぐらい、毒矢の塔が手に入るんですよ。なので、毒矢の塔が、出るまでしっかりリセマロをすることで、それだけで700ポイント、800ポイント上乗せできるんですね。はい。ただ、辛いのが、このさっきステージ私18まで戻ったですけど、この戻るタイミングがね、戻るタイミング次第でなんかちょっと結構辛さがあって、どこだっけな、なんかステージね11ぐらいがすげえしんどいんですけどどこだっけな、私メモあるかな。そう、ステージ11から13とかかな、があたりがね、大変なんですよね。3回ぐらい、エピックバフが出るかの、ガチャと、あと、その毒矢が出るかのガチャを、3回ぐらい、成功させないと先に進めないんで、鬼のようにリセマラが必要なんですよね。はい。という、苦行です。あ、そうですね、吉田さんのおっしゃる通り、毒矢が遠いと痛いです。そうなんです、バリバリにダメージを食らってすんげえHP めちゃくちゃ減っちゃうんで辛いんですけど、そうなんです、まあとはいえ、あ、そう、毒矢に殴られるのも確定するし、あとは毒矢を、占拠したりするのにその HP10% 必要なんですよね。っていうので HP ゴリゴリになくなるんで、それも加味してこの豊かな食料重要なんですよね。一番最初にこれゲットしておくと、毒矢で 10% 食らっても、まあ、3% は回復するんで、少しね、助かるんですけど、通常のエボニーの出撃と一緒で舞台転移数減れば減るほどこっちの火力下がっちゃうんで、ね、どんどん強ボスが強くなるのにこっちの舞台は減って火力が出ないってなると、すごくしんどい戦いになるんで、はい、豊かな食料ね、結構ねマストに近いかなと。ステージ1は豊かな食料と毒矢で、ステージ2もちゃんと毒矢が出ない出るのを目指す、出なかったらリセットみたいな感じでやってきますと。で、ステージ1、2。ステージ1、2だけだっけな。ステージ3なんだっけな。あ、そう、ステージ3はね、そう、ボスなんで。うん。そう。
そう、あのステージ 1、2をとりあえずしっかり、リセマラする必要がありますね。で、ステージ2を妥協していいタイミングも一応存在して、それがこの四季粗相ですかね。はい、この3人でアタックすると 333% 上がるよみたいな、アホみたいにこと書かれてる。このバフは、このバフをもう序盤で引けると、もうその後の戦いが余裕シャクシャクになるんで、はい。これを3ステージ目、ステージ2までか。ステージ2までにこれが引けたんだったら、もう毒矢じゃなくても OK ですと。あ、ステージ1はね、ダメだ。ステージ1はもう毒矢が出るまでやんなきゃダメですね。ただ、ステージ2クリアまでに、この色素層をゲットできるんだったら、もう行っちゃって OK ですと。いうので、私、今回クリアしたときって1ステージ目でこの豊かな食料をゲットできたんですよね。あ、なんか、赤で戻された。はい。1ステージ目で豊かな食料をゲットして、毒矢で、普通に超えました。で、ステージ2で毒矢じゃなかったんですけど、ボスを倒してこの四季粗相をゲットできたんで、毒矢じゃなくて、なんだっけ、風、強風の塔みたいなやつ。50ポイントしかもらえなくて、50ポイント下がるんですけど、まあ、いっかと。それで進みましたね。っていうのを、繰り返したんですよ。なので、150ポイントぐらいね、取り逃してるんですけど、はい。その完全制覇にね、必要なのは、豊かな食料と、四季粗相と、戦場病院と、生存の規則。この辺ですかね。はい。毒霧の除去も、これ5ポイントになるんで、これもね、このバフがないでクリ、毒霧を除去すると、もうどんどんダメージ食らっちゃって、痛いんですけれども、これさえゲットしてれば、なんでしょう、ただでポイントが手に入るので、はい、これね、おすすめですね。はい、その他はおまけです。おまけです。はい、まあ、不滅なしはね、ちょっとおすすめですね。基本的に、舞台は工場兵器のみで作るので、運が良かったら、なんか、消滅させるんで、はい、なんか、すごいこと書いてあるんで、これ。これおすすめです。これね、重複するんですかね。これ2つこの時ゲットしたんですけど、60% の確率で直接消滅させてくれてたのがちょっとわからないです。少なくともマヤ大司祭は、消滅させてくれませんでした。はい、何回かリセマラしたんで、はいはい。まあそんな感じで、なんというか、もう攻略に対するねパターンが結構決まってるので、もうしっかりもうリセマラをするしかないかなっていう感じがしますね。おすすめは、なんかね、YouTube とかでも見ながら、誰かさんの全然倒せないボスのアーマードコア配信とかを見ながら、ダラダラっとリセマラをねしてもらえるといいのかなという感じです。はい、なので、はい、マヤは苦行です。苦行ですが、まあ、努力は裏切らない系なやつなので、お時間が許すときにプレイしていただくといいのかなっていう感じがします。はい、でも苦行です。そんなにおすすめはできないです。大変です。ちょっと喉が開いたんで、ちょっとだけ飲み物飲ませてもらって、はい、まあいろいろ前の話をしてきましたが、あ、わーい、敵兵の撃退 PVP バトル。はい、あれ、なんか赤く光ったっけ周り。もしかしてマヤやってる時って赤く光んないのかな。まあまあ真鍮スケールもゲットできててラッキーっていうのと、はい、しっかりですね、いつものジャスミンさんが殴っていただいてありがとうございます。軍隊の召集の、大規模攻撃ね。わーいわーい、もうこのねファラオの宝蔵が嬉しくてしょうがない。もう本当にドラゴンの鱗も本当に出てほしい。
今日もサーバー戦争、さっき勝ちましたっていう話をねしたんですけど、この左下のね、左下、もうなんか理系っぽくない言い方ですが、まあでも上が北でいいんだよな。はい、左下南西、はい、南西のこの狩猟の社だけね、なんでしょう、レアリティが高い、宝箱が湧くんですよと。はい、今回ねうちのサーバー勝つことができたので、ここに、アイテムが湧きまして、アイテムを取ったんですけど、もうね素材箱取りまくりましたね。まあもうなくなっちゃってますけど、ほら中まで取ってる私。スーパーレア系が、出てくるんですけど、スーパーレア、レア、特大、大、中。はい、素材箱は、そう、中の途中まで、もう全部なくなったんでね、取るのやめたんですけど、はい、ひたすら素材集めてました。もう今日の取れるね、50回はもう取り終わっちゃったんですけれども。はい。これね、まあ、同じ、同盟で見てる方がもしいらっしゃったらね、この北東と、北西、ここはなんかレアとか特大までしか出ないんですけど、南西だけなぜかスーパーレアですね。なんかなんでなんですかね、多分南東の社がないから、その分南はパワーが多いんですかね。スーパーレアのアイテムが出て、こっちの方がね報酬が大きいので、はい、どのサーバーもそうっぽいので、はい、もしねサーバー戦争を買って宝箱が湧くっていう時はね、南西に行くのがおすすめです。はい、話が脱線しました。何の話をしていたっけな。あ、軍隊の招集30、わーい。はい、大規模攻撃じゃなくてこの百戦百勝か。今日、殴れたのに殴るの忘れましたね。明日忘れずに殴ろう。まだね、3日ありますが、忘れちゃうともったいないので、一応、今週もですね、しっかり、この百戦百勝とか1日目とかはね、簡単なんで全部達成して、2日目ですね、この一撃必中も今は訓練しまくってるので、はい、全部達成できる見込みなので、兵をね作りすぎることなく、50ゲットできる予定です。はい、ね守備の力、これもねやろうと思ってます。はい、ドラゴンの鱗が欲しいからです。はい、罠が欲しいんじゃないです、ドラゴンの鱗が欲しいです。はい、このね行動時間短縮もあるんで、はい、ということで、今週もね50ピタを狙いながらやっていこうかなって思ってます。いずれはね、いずれはこれですね。エピック歴史の名称。まあちょっとね、ハズレも多いですけど、しっかり当たりもいるっていうね。はい、素晴らしいと思いますので。なんかね、このエピック歴史の名称って別に欲しいのがいなかったら貯めておいてもいいのかもしれないですね。出る確率がアップするときに、ね、それこそ、貯めてた人がパラス出たタイミング、パラスのアップ率高いときに、いっぱい引いてゲットしたみたいな方いらっしゃいましたけれども、はい、そういうのも良さそうですよね。はいはい、まあ軍隊招集いつも通りやります。王の花道も、いつも通り、はい、全部攻略する予定です。で、あとは祈りのセレブレーションですね、これですね、これについてね、言及しないといけなかった。はい。祈りのセレブレーションの、このエマコインですね。はい。リワード、こんな感じになってます。私は、引かないですね。はい。というのも、このエマコインって、期間がね、終了すると、アイテムに変換されるんですよ。エマコインってどこにあるんだ？あった。はい。
イベント終了後、自動的に祈りボックスに転換されますということで、アイテムに変わるんですけれども、ですね、変わった後のアイテムの方が確か良かったんですよ。私ね、スクショ撮るの忘れちゃったんですけれども、はい、少なくとも、なんというか、この辺の出てくるアイテムよりいいもの、もう、この辺のアイテムの詰め合わせみたいなやつが確かもらえて、はい、なんというか、この辺のデイビッド・ファラットの、ファラガットのかけらとか、北方の蛮族王だとか、まあ、この辺をね、目指さない方、はい、目指せない。うん、私の感覚的には、1.96% を引いても、1個しか手に入らない。30個集めなきゃいけないんですけど、みたいな。ね、ちょっと、無課金の私的にはね、なんか別に引いてもなーっていう引いてもなーって思っちゃうので、もはやでこの辺のアイテムもね別に嬉しくないんですよっていうので、エマコイン1回も引かないで、交換してもらおうって思ってます。はい、ね、報酬のスクショ取ったっけな、取ってなかった気がするんだよな。まあまあ、はい、まあ、ちょっとね、ガチャの運が良ければ、いいのも落ちたりするので、ちょっと、何がいいっていうのは、ちょっと、答えが、言うことがね、言及はできないんですけれども、まあまあ、残しといてもいいものがもらえましたよっていうね、はい、ことだけ、はい、ここでは触れておこうかなと思いますっていうのを喋ったらいいんだけど、あれ忘れてた。もう、バイキングの一番強いやつ終わっちゃった気がする。途中まで覚えてたのに。しゃあなし。終わっちゃったよね。終わっちゃったよね。ほら、グランドチーフ、今すぐ参加。終わりました。はい、で気を取り直して、祈りのセレブレーションそんな感じです。私はね、ちょっともう今回はもう引かないかなっていう感じがしています。はい、で、黄金の秋のカーニバル、このね、カーニバルもね、なんか知んないけど、なんか中途半端なタイミング、確かね、これね、先週の水曜かな、またね、金曜日じゃないタイミングで始まったんですよね。なんか、不思議です。なんか、これまでなかったなっていう。はい。まあ、このいつものね、このパレードマスクは、いつもと同じです。期間の合計で、モンスター討伐で300、資源の最終で200、最大手に入るようになってます。で、この資源のね、最終のゲットの仕方、はい、私の配信では おなじみですが、おすすめは、世界の端に行きましょう。はい、世界の端に行くと、こうやってね、レベル1とか2とか、たくさん土地があるんで、このレベル1とかの2をね、出しまくると、およそ2分ばかしとかでね、終わりますんで、そうするとね、カーニバル、マスクがいっぱい手に入ります。で、今回は、なんというか、わざわざその世界の端に行かなくても、バーブですね。今もバーブどっかで攻略してるかな。あ、こういう時はね。はい、こういう飛んでるところ。ここかな？あ、ここは違った。レベリング会場やった。さすがに今は、バーブはやってないかもしれん。まあいいや。はい、バーブを攻略している時の、まあ、横の土地とかのレベルが低そうなね、土地に出すといいのかなっていう感じですかね。もちろん、その、同盟が近いところでやると、敵対行為と思われちゃったりするので、こういうなんか同盟が近いところで、バーブを攻略する分にはいいんですけど、土地をね、攻略するのはちょっと気をつけた方がいいんですが、まあ、バーブ攻略と合わせて土地攻略がいいのかなと。私は、その方式で、この辺のね、レベル3、3、4みたいなやつは、バーブを攻略しながら合わせて、土地を回収して、こうやってパレードマスクを回収してました。
はいはいはい。ということで、今回もね、まあ、まだ期間も長いので、500全部いけるのかなっていう感じと、今回のカーニバルちょっと優しめのやつで、レベル5ごとにですね、この招待状がもらえますということで、リワード的にはですね、このコインの方が500、このブローチが50、もらえるようになってます。はい、ということで、あもうね、エレクトラ交換したいんですけど、残念ながら私のマックスは50なので、この50を使って、報酬交換、リワードね、引き換えをしていこうかなと思っていまして、多分私は、賢者の石、銃と、残りを、命の源か素材にするか、半々にでもするかみたいなね、そんなことを考えています。はいはい、この3つ戦争的にめちゃくちゃ欲しいので、はい、いくらあっても困らない。その他のやつはね、まあどれでもいいんですけど、どれもいいやつがあるんですけれども、今急ぎで欲しいのね、まず賢者の石なんですよね。でね、命の源はね、数が読めないんですよね。悩んじゃいます。月見さん、JAL さんのサーバーは別の同盟の着で資源採集するのはアウトですか？50キロぐらいかな？ハイブから、50キロ以内のところでやってたら、なんかクレームが来ますね。偵察も来たりとか、いきなり攻撃するっていうのは今はだいぶ減ったんですけど、ちょっとさすがにそれはどうよみたいな、ちょっと過激な人はね、殴ってきたりするので危険なんですけど、はい、なんか、なるべく50キロ以内は、やらないようにと。あと、モンスターハントも、ハイブ、他のハイブの近くの50キロ以内、50キロ以内の近いところのやつは、まあちょっと狙うなというようなのが、一応ありますね。はい、まあ、トラブル防止のためなるべくやらないように。でもさ、やらないようにするにも他の同盟の位置を把握してないとそれが無理なので、もうブックマークでね、いろんな同盟をメモしておかないと。私自分の友好同盟とか自分の同盟さえ全部敵っていうね、赤のブックマークにして、はい、場所が分かるようにしてますね。あ、なんかこれ関係ないのが、はい、こう敵、はい、昔のうちがあった同盟ですねとか、はい、SNG とか、はい、他の同盟もね、全部自分たちの同盟でさえ全部敵になってます。はい、でやるとワールドマップにね、赤で位置が出てくるので、これからタイル交換攻略しようっていう時には一応マップを見て、赤と近かったらやめるみたいなのをやってます。そうなんですよ、なんかわざわざマップ見るのめんどくさいなってちょっと思いつつ、まあね、無用なトラブルは避けたいなとは思うので、ドロップマシマシでゴーレムを出そう。だからカエサルはこっちに出そう。あー、スタミナがなくなる、スタミナがなくなる。あ、ドロップマシマシいなかった。なんやと、なんてこった。まあいいか、まあいいか。クレオパトラゴー。はい、ということで、カーニバルですね。リワード引き換え、ブローチは私は賢者の石を交換しそうだなっていう感じです。はい、皆さん困ってるものをね、交換するというのかなというところと、あとはコインの部分ですね。はい、コインの部分もいろいろ選べます。はい、また賢者の石をきっと私は選ぶでしょう。あとはね、悩むけど、ドラゴンの源のかけらもね、ちょっといいなって思ってるんですよね。はい、コインの方は、500分交換できるので、まあ、結構いろいろ選べそうだなっていう感じがしますね。というよりほぼ全部選べる気がするんですよね。主要なやつはあんまりその使わないので、
はい、上から20でしょう、40だから60、60、80、90、100、200、250、250の、3、450、450ですね。そう、スピードアップを、取らない状態で、ほぼほぼ全部取れるんで、まあまあまあ、こういうのやつあんまり考えないで交換しちゃっても良さそうな感じですね。ただ、資源採集がね、全部取れる人ですね。資源採集が200取れたら、取れそうだったら、気兼ねなく交換ができるかなっていう感じです。あ、マチルダさん、こんばんは。どうもどうも。あ、マチルダさん、マヤ、おめでとうございます。なんか、あんまりやったことないって言ってらっしゃったのに、1位でめちゃくちゃすごいなって思いました。センスがありすぎます。はい、あとは、輝かしい装いですかね。はい、これね、これさ、これ皆さん、どう思いました？こいつ、何があったらこうなっちゃうの？なんか、絶対同じ人じゃないじゃん。これ、何なんだろう。サンクチュアリの伝説、クレス。これちょっと、剣どこに置いてっちゃったんですかね。これ右手剣持ってんのかな、実は。もう左手で雷掴んでる。なんか雷帝に変わってますけど。ペットを連れてるのかな。いや、ペット、ね、ペットケルベロス連れてる感じですよね。この犬、なんか顔3つあるし、ケルベロス。これなんか、はい、なんか何かあってしまった、はい、おじいちゃんになったらね、なんかゼウスみたいになっちゃった、はい、クレスさん。これなんかストーリーあったんですかね。前やってましたよね、パラスとクレスのストーリーのやつ。はい、ちょっと申し訳ないけどスキップ勢だったんでちゃんと見てなかったんですけど、こんな彼の、不思議な変化を見てしまうと、あのストーリーちゃんと見とけばよかったわって今にしてね、思います。ちょっとね、面白すぎました。あ、マチルダさん、今7位まで落ちました。いや、十分だとは思いますが、はい、もしお暇だったら、リセマラするともっとポイント伸ばせると思います。はい、はい、で、このトーチですね。このトーチも、モンスター討伐で20、資源採集で10ってなってるんですけど、これ、そもそも同じ条件の、アイテムいっぱいあるんで、多分ついでに皆さん集まってると思います。はい、特に言及することはないかなっていう感じです。あー、だからそうだ、私まだ募集してないから抽選しよう。なんか10回ずつじゃないんだ、5回なんだ。いらない。え、消えちゃった。見なきゃいけなかったのか。いらない。何？うわー、まあ別にいいんだけど。じゃあプールの詳細見とく。もう一回見とく。おかしいな。二系将軍60分間スピードアップ。いらないな。命の源、RS の地。頼むよ。別にクレスが出てくれとは思ってないのよ。やった、アレスの血だ。そうそう。ああ、強化石嬉しい。はい、そんなところで、このアイテムも多分ね、消えちゃうやつだと思うので、忘れずにね、引き換えをしましょう。マチルダさん、ライチョウはゲットしましたがレベル上げに手が回りません。いや、ほんとそうですよね。その真鍮エキスポってなかなかその落ちないじゃないですか。なのにこのペースで出してくるし、しかも刻印解放するにはレベル10が必須ですっていう、なんかえぐいですよね。今のところ私の感覚としては、はい、ゴジラをね、上げたいとかケイロンアンロックしたいっていうのに、さらに出してきた運営ね、もう本当にちょっと許せないですよね。それがお前らのやり方かっていうね、言いたくなっちゃいますよね、これ。
意味が不明です。そう、もうこの経験値エキスポを今頑張って貯めてますけれども、これを10にするのもなかなか大変だし、刻印を上げようにもこの刻印のこの充血の結晶でしたっけ、これもうそもそもそんなにドロップしないしっていうね、なんかなんていうか課金煽りをしすぎじゃないですか運営さんっていう早く緩めてくださいって思ってます本当に富山さん、これまで真珠なかなか出さなかったのに、コング以降真珠、新規真珠がどんどん出てくる、本当ですよね。まあ、キングコングやバーニングゴジラは、まあ、あのコラボでだったので、まあ多分これで味を占めたんでしょうね。まあ市長につけるだろうと、デバフのスペックをつけてれば市長とかにつけるからみんな引きたがるだろうっつって集めて、まあただ刻印なんて、はあ何それって感じです本当ですよ、本当ですよ。でも刻印絶対強いんで、もう雷鳥のこの全ての資源の生産力と攻撃士の射撃兵の攻撃力がもう欲しくて欲しくて、もう今期もう必ず雷鳥はねアンロックしますんで、今期じゃない明日です、明日アンロックします。はい、一応ですよ、一応この真珠の刻印が、出たのってその K45 がアンロックされたタイミングなので、6月7月あたりに、この真珠刻印で出て、確かにこのとその最初出た時ってスカスカだったんですよ、この3つしかねアイコンがなかったので。でただ今回この雷鳥まで収まったことで、多分ね5つ揃ったんですよ、もうゴジラとキングコングは無視する前提で。はい、やっとねその真珠刻印の、5種が揃いましたっていう状態ではあるとは思うので、はい、まあおそらくねもうしばらくは出ないんじゃないかなと。一応その工場兵器騎兵、工場兵器騎兵、歩兵、射撃兵、まあ攻撃時の騎兵みたいな、騎兵だけなんか 2種類いますけれども、まあ主要なメンツのね種類も揃ったということと、この刻印のこのフィールドもね、まあ収まりが、まさかね、まさかこの状況でスライドしそうな雰囲気あるけれどなんか知んないけどこの横にずれるのとても嫌な予感がするけれども、まあこのね5つで収まりがいいんで、これでしばらくと止めてほしいですね。はいもうほんとねせめてあと1回ぐらいその連続で新しいの出すのやめてよっていうね今回の雷鳥については、その雷鳥が強いからこそ余計にそう思いましたね。はい、ふざけてると思います。一応全部解放しましたけど育ちません。すごいな、さすがです。いや、ちょっともうそこまでいかない。もう全然。全然もう真珠スケールを集めるので精一杯です僕は。さて何の話をしてたっけな。はい、皆さん、輝かしい装いですね。忘れずに引きましょうっていうところぐらいですかね。はい、まあ期間的にはねこっちは全然余裕で、祈りのセレブレーションとか、カーニバルですね、これ始まったタイミングがいつもと違うんで、終わり時間がちょっと早いので、これね、気をつけていただく必要があります。で、あと、マヤもですね、これも木曜日までなので気をつけてください。はい。で、同盟ボスは、今週も出てますね。これ、サーバーによって違うのかな？今回は、レベル3の、ボスうち召喚してるんですけど、なんか騎兵のね、攻撃力が 100% ダウンして、射撃兵の、攻撃力が 100% アップってなってるんですけども、なんかうちの同盟の強い方が戦った限りは、別にそんな変わんないなっていう、そもそも騎兵って、素のパンチ力が高いんで、
なんかあんまり同じぐらいだったと。まあもちろんね、構成とか数にもよるとは思うんですけれども、はい、私もちょっと、私の場合は多分ね T12 の射撃が一番多いから、射撃の方がもしかしたら火力出るかもなと思ってるんですけど、ちょっといろいろ試してみたいなと思ってます。富山さん、解放はしましたけど心中経験値がたまらない。マチューダーさん、富山さん、それです、それなんですよ。はい、心中エキスポね、ほんと出ない、ほんとたまらない。まあ本当にたまらないので、まあその12万5000からね、12万5000じゃねえや、1200より、上を目指すっていうのがまあ厳しかったんで、まあ、ゴジラをこれ以上上げること自体がそもそも厳しいなとは思ってはいるんですけれども、いやそれにしたってね、レベル10にするのも大変ですからね。富山さん、絞るのがベターなのかな、真珠。あ、いや、やっぱね、刻印、アンロックしたい刻印ですね。もう見比べて、自分の、組み合わせに一番良さそうなやつを選ぶしかないんじゃないかなっていう感じがしますよね。はい。いや、私はもう、ライチョウ、君に決めたなんで。お、わーいわーい、真珠スケール集まってる。さて、念のためチェックしよう。381、今日は、なんだっけ、あと11だです。あと11ですね。オッケー。全部解放で、続州と野党の全員つけてます。おー、素晴らしいですね。野党？ゴジラのことですかね。ゴジラってこれ野党につけても効くんでしたっけ。私防衛官につけてるんですけど、どうなんだっけな。これね、エボニービキさんでね見たような覚えがあるんですけど、ちょっと忘れましたね。防衛官以外効果あるんだっけな。そう、こいつね、ゴジラ上げすぎない方がいいかなって思ってる一時に、テーベを仮にもしテーベをゲットできたときに、ゴジラお役御免になっちゃうんですよね。まあまあ、私がテーベをゲットできるなんて、もう1年後とか、ね、1年後でも取れてるかわからないんで、なんとも言えないんですけれども。富山さん、ゴジラは防衛官だったかと。あ、そうですよね。え、ゴジラは野党で効力あるです。え、そうなんですか。なんか、効果の記載的には、野党の効力が上がるって書いてあるんですけど、野党と担当官つけても発揮しなかったような気がしたんですけど、ちょっと、まあ、これは、後でエボニーウィフさんを見ていただく形で、後で、いや、気になるから後でエボニーウィフさんを見よう。野党で効果があるんだったら、テーベゲット後も別に気兼ねなく使えていいですね。ちょっとヒドラ出したいな。3には出したいな。ああ、スタミナが。また今日もスタミナがなくなっていく。そう、このね、真珠スケールを集める期間、本当にゴリゴリ、なくなってくんで辛いんですよね。もうスタミナが足らないんですよ。全く。はい、何の話をしてたっけ。そう、週イベントのね、開催期間に違いがあるので気をつけましょうねっていうところでしたと。はい、であとは今回はね、文明の夜景、来てますね。はい、これちょっとね、なかなかこの50にするのがね、ちょっと大変なやつ。しかも50にしたところでね、そんなに報酬が美味しくないっていう感じではあるんですけども。あ、なんか前と違って3列ある。昔3列ありましたっけ。まあ私には関係はないのですが、はい、なんか狭くなりましたね。はい、私今レベル42まで来てまして、一応ね、レベル50全部達成予定になってます。
やっぱ今回からですよね。ありがとうございます。今回から3列金払えってこと、そういうことですよね。真ん中だと499 1999、なんか真ん中しかも2つあんのはどういうことなんだ。すぐに繁栄ポイント1500もらえるなんだ。で一番右は究極リワードがもらえる。うん、なんかあの分かりづらいですけど、そういうことなんですね。うわーすごい、ジェム2000×18 とか。これちなみに499、1999っていくらなんだ。2000円と2500円。ピンクジェムって、あーまあ、まあいや1ドルだからもうちょい高えな。もうちょい高いな。1999ピンクジェムが 19.99 ドル。だからまあまあ約20ドルだから、今為替いくつか忘れたけれども、まあ150、なかなか3000円ぐらいと見て、なかなかいいお値段しますね。いや私ね、もし課金をするならこういうとこよりも、なんだっけ、いつもねいいなと思うのはこの同盟ショップですね。このカードあると毎日、この毎日200万ポイントもらえるんでしょう。これマジでめっちゃいいと思うんだよな。200万ポイント毎日もらったら、VIP ポイント交換しまくりじゃんっていう、 VIP ポイントとこの貢ぎ物交換しまくりじゃんって思ってるんですよね。まあさすがにいくら200万ポイントあっても枯渇しないでしょう。これこれね、私課金するならこれ課金しちゃうなみたいな思ってますね。ピップ5ゲームもらえる。はい、まあ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 いいや。なかなかえぐいですね。課金煽りがちょっと上限を突破したからね、みんな早く上げたいでしょ、ほれほれっていう、その運営の気持ちを邪推してしまいますね。あひかさん、私最近は同盟月間カードのみ課金です。あ、こんじゃるわ。どうもどうも、こんじゃるわ。ね、いやそうですよね。なんか私もあんまりその新しい将軍とか興味ないんですけど、こういうなんていうか積み上げ系の課金のやつめっちゃいいなって思っちゃう。めっちゃこれが欲しい。はい、いや無課金を貫いてるんで、血の涙を流して耐えてます。流してません、すいませんでした。はい、なんだっけ、文明の夜景、いつも通りね、クリアを目指してますということで、まあ、装備のね230とかは今ってスーパー強化のタイミングなので、ついでにねこれも稼いでいて、まあ、これ以上強化してもなっていう、ジェム使いすぎるのもういいかなってなったら、どうでもいいね青い装備とかを、錬金する予定ですというので、これは230まで達成が確定していて、一番しんどいのがこれですね。闇市です。闇市200個買えてバカなのっていう感じなんですけど、はい、これ死ぬほどジェムを取っていくねイベントになってますが、まあ、王の花道で、5日目でね100個買えっていうのもあるので、それと合わせてなんとかクリアしようかなっていう感じですと。はい、あとはまあ戦力増やす、これはね今日達成します。今日T1 を鬼のように作るんで余裕で増えます。はい、っていうので一応ね闇市以外はもうクリアが簡単というか目前
っていう感じなので、はい、闇市だけね、しっかり、あの、安いやつを買っていこうと思います。ということで、闇市見たっけ？あ、もう買ってました。マジで、信じられないほどいらない、果汁の、ジンキですね。買いましたね。なんか安かったんで。はい。こういうね、ジェムの無駄遣いをさせてくるんですよ。ハチマリアンカムイさん。あ、こんばんは。初コメです。いつも赤い見てます。あ、ありがとうございます。コメントありがとうございます。はい、気軽にコメントしていただいて大丈夫です。すいません。アーカイブだとね、そのチャットが見づらいかなと思っていて、なんか、皆さんすごくアーカイブ見てくださるので、今度ね、配信画面にちゃんと皆さんのチャットが映るように、なんか、一発の YouTuber っぽく、しなきゃなって思ってます。ぜひ。ありがとうございます、コメント。はい、何かありましたら、もう気軽にコメントしてください。なんだっけ、なんだっけ。はい、まあ、今回はそんなところで、今回、そう、マヤが来たじゃないですか。で、私の感覚なんですけど、マヤの、次の長期イベント、次かその次の次あたりに、同盟総動員が来るかなっていう感じがしてますね。なので、私の予測では、次のスピードの消費還元の、長期イベント期間のタイミングかな、そこで同盟総動員が出るんじゃないかなと思っています。はい、ただね、同盟総動員私待ちきれなくて、いつもね、同盟総動員のポイントで、ルーン消費しろみたいなやつがあるんですよ。で、そのために、いつもルーン貯めてたんですけど、今回ちょっともうエレクトラ育てたいなと思って特性上げました。そういえば、はい、いつもね、貯めてたんですけど、もうジェムも100万消費今回やるし、つって、はい、方位ですね。部隊定員が 2%、攻撃時の工場兵器と射撃兵器の補助が 4% 上がるっていうね、この天才、はい、方位を天才にしました。はい、この射撃兵の攻撃、こっちもね、もう天才に、できるだけのルーンはあるので、OK で、こっちですね。この射撃兵のアレスが7200必要なんですけど、まだそもそも足りてなくて、はい、こっちは上がんないんですよね。あ、ヒカさん、そうなんですよ。それね、今日ずっと言ってる、今回のイベント変だよねの話の、一番のポイントは、そいつです。はい、せっかくなんで、見ていきましょう。超お得な育成どうなったんやっていうコメントね。はい、いつもですね、この激得イベントのタイミング、このタイミングというか、激得イベントの中に超お得な育成、ドラゴンの、育成しやすいですよ。すると還元しますよ。プレミアムドラゴンコイン交換できるよっていうね、イベントがいつも入ってるんですよ。ランキング付きの。はい、このスーパー強化ね、このスーパー強化の、ドラゴン育成版、はい、これがこれまで必ず資源の消費還元のタイミングで来てたんですよ。はい、それがね、今回来てないんですよね。そもそも雷鳥の場所が、木曜日に来たり、セレブレーションとカーニバルが、水曜とかに来たり、なんかイベントのなんというか、イベントが出るタイミングがガチャガチャしてたんですよね。なんか変だったんですよ。そしたらなんと、今回の資源の消費還元と一緒に来ると思われていた超お得な育成がないと。はい、私ね、先週の火曜日に予測で超お得な育成が金曜日から来るよって書いていたのを、もう嘘になっちゃいましたね。はい、やってくれました、運営。はい、これね、もう100歩譲って、もうこれはね、私個人的なあれなんですけど、プレミアムドラゴンコインそんな使わないし、ランキングあんまり目指せてない、その、ドラゴンをたくさん種類持ってる方があれ有利で、私そもそもその、ノルウェーリッチさえアンロックしてないから、そもそもランキングね、狙える、感じではないので、私個人的には超お得な育成は、まあ、最悪なくなるのはね辛い、
たまには来てほしい。あの頻度が下がってもまあ最悪いいかなって感じがするんですけど、問題は次ですよ次。もう出しながら喋った方がいいや。はい、これじゃない、参照に。はい、超お得な育成は100歩譲ってね、今回はい、超お得な育成がありません。一番下にいつもね超お得な育成スーパーフィーディングっていうのをね、あのアイコンつけてたんですけど、今回ありませんでしたと。最悪それはいいとして、次来週の金曜日からはいつもだったらスピードアップの消費還元と騎士の試練ですね、アレースの地の消費還元が、通常なら来るんですけど、その還元が来なかったらちょっとね厳しすぎますね、へこみますね。はい、その行く末をとても気にしています。はい、もう超お得な育成はもう100歩譲ってよしよしとしましょう。マジで騎士の試練はなくさないでくれ本当にそればっかり思ってます、マジで。今回超お得な育成が来なかったの結構衝撃的でした。まあ前回ね、先々週か、資源の消費還元 と、スピードアップの消費還元同時に来るみたいなねことがあったので、まあその流れで騎士の試練と超得の育成同時に来ますかね。いやないですよね、本質的に関わりないんで、なんか全然軸が違う話なので。はい、ちょっとね結構ゆゆしき事態だなみたいに思っています。はい、あまりにそう気になったんでね、超お得な育成どうなったんやっていうツイートを用意するだけしてないかもしれないけれども、はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。吉田さん、将軍はレベルだけで特性は全然やってない。ルーンも大変ですし、ジェムもね、たくさん必要で大変ですよね。ただ、戦力と単純に、バフがね、最初の方しょぼいですけど、重ねかけでやっぱ強くなるので、はい、もう、君に決めたってやつがいたら、しっかり特性も上げていくのがいいと思います。富山さん、9月、かっこアメリカだから特殊なことをしてるのかな。どうなんでしょうね、本国的な事情があるんですかね。なんか決算期っていうことでもない気もするんだけどな、どうなんだろうな。はい、騎士の旅は途中で話した、過去の秘密ルーレットですね、いつも通り1日1回無料でやれるので過去の秘密もやっていきましょうと。富山さん、マンネリというか安定しているとやりやすくなるのですが、そう、なんていうかプランが立てやすくなるんで、なんていうか変わるなら変わるって事前に予告してほしいですよね。はい、なんか急になくなってると予定と違うってなるんで。はい、こここんな音なるんだ。はい、なんていうかその消費還元イベントがサプライズで横にスクロールしてスピードも同時にできるよみたいな、ああいうね、ユーザー目線嬉しい変化はいいんですけど、超お得な育成の資源還元なくなるの普通にユーザー目線はね、悪い方向のあれなんで。吉部さん、神獣の刻印資源の方がいいです。いいですね。はい、もちろん好みかなとは思うんですけど、私は資源がいいかなって思ってます。まあ、火力ももちろん大事なんですけれども、キツネなんかは確か最終速度が上がるんだっけな、資源最終速度。はい、これさ、もしかしてバグかな、キツネのこの右側のこの上の今、選んだやつ、都市内の工場兵器 HP 3.2%、 資源最終速度 1%、 雷鳥のこの右上、都市内の工場兵器 HP 3.2%、 全ての資源の生産力 1%。 これ本当は資源最終なのかな、
これバグだったりしないかな。え、もしかして他も攻撃時の工場平均の HP 建設数、攻撃時の工場平均の HP 建設、え、これ焼き直し、騎兵の防御、行軍速度、騎兵の防御、行軍速度、歩兵の HP、 兵士の荷重、あ、攻撃時の歩兵の HP、 兵士の荷重、攻撃時、あれ攻撃時一緒じゃん。なんか劉備の狐と雷鳥はほぼ一緒、ほぼ一緒にもかかわらず、この全ての資源の生産力のところだけ違って、ただパーセントは、資源採集と一緒になってますね。何これ、何これ本当か、本当か、これ雷鳥をアンロックしてここを本当に生産力が資源の、はい、今んとこ双子説が、双子説が濃厚になってきましたよくわかんない、よくわかんない、こういうこの辺のやつはね全然違うのに。あれでも属州都市のゴールド生産速度ってどっかで見た気がするな。攻撃時の歩兵の攻撃力、攻撃時の歩兵の攻撃力、あーちょっと違う、なんかよくわかんないな。はい、すいません、ちょっと、そう、私が雷鳥おすすめの理由は資源の生産力の方がいいかなと思っていて、資源の生産力が2つあるから、雷鳥がいいかなっていう、狐より雷鳥を選ぼうかなと思っていましたと。で、ね、もしかしたらこれバグかもしれないんですけども、はい、もしかしたら最終速度、内部的には最終速度なんじゃないかっていう一抹な不安が今出てきたんですけど、リソースの回収効率の観点では、ボスが一番リソースの回収効率が良くて、その次に、資源の採集で、生産、通常のただの生産は、まあ、3番目ですという感じだとは思うんですけど、それぞれ条件付きになっていて、モンハンはもちろん効率がいいんだけど、スタミナが、枯渇しない人に限るんですよ。私みたいにスタミナが頻繁枯渇する人はモンハンは選べなくて、で、行軍を余らせることになるので資源採取ももちろんするんですけど、私遺跡も重視していて、エレクトラのかけらが欲しいので、あんまり資源採取にばっかり人出せないのと、資源採取も結局寝るときとかはもったいないから出せなくて、起きてる時に行軍余らせないように資源採集出すみたいな感じで、そのなんていうか、ずっと資源採集してるわけじゃないんですよね。私行軍5個しかないので、でとなると、もう仮に放置してたって確実に生産が上がる、確実にリソースを供給してくれるその資源の生産力っていうのが私は一番上げるべきかなと思っていて、なのでなるべくね、こういう生産系の施設も上げてますし、はい、放置してる間に生産力が上がる、ね、の方がなんか嬉しいかなと思っていて、はい、なので今私は今約 2.8M、2.9M の生産力が上がるんですけど、これがそのね、生産力 3.7% とかバフがかかるときっと 3M とか超えてくると思いますので、はい、安定的なその資源の 10B 達成に向けて、その生産力の土台っていうのは確実に必要かなと思ってるんですよね。はい、でなんというか、ずっとずっと、まあなんか言い方が適切か分かんないですけど、ずっとずっと続けるゲームっていうことは、もう早めにこういう生産力に関わる基盤インフラは早めに高ければ高いほどその後もずっと得し続けるので、はい、私は生産推しです。はい、火力よりも資源の生産力、数で推すみたいなことを考えてます。もちろんね、ついでに火力も上がるんで最高じゃんって思っています。はい、なのでね、次は明日雷鳥解放して、なるべくギリギリね、レベル10にすぐできる気がしてるので、無理かな、無理かもしれないですけど、はい、早く
こいつをアンロックしてここの刻印を上げようと思ってます。はい、いや、多分最初にやることは、私あれですね、こいつここを上げて、まず一回ここ上げて 1% 資源の生産力上がるかどうかをチェックします。はい、これおかしいよ、なんか変だよ、ここだけなんかちょっと違うの、なんか消せないよ、なんか気づいていけないことに気づいてしまったかもしれない、誰かクレームをダメだったらクレームをよいしょ。はい、なんだっけ、なんか話が2点3点して申し訳ないですが、はい、北方侵略者は途中で話をしたかな。はい、今回も、500M 目指しますというところで、またね、戻ってきますが、マヤは木曜日までです。私今1位でふんぞり返ってますが、抜かされたら頑張ってまたリセマラしようと思います。あと150点は伸ばせるっていうのは分かっているので、次は妥協なしで、狙って、まあ、1位でね、カエサル45個ゲットしてやるって思ってます。はい、これね、カエサルの45も大事なんですけど、このね、美術のこの巻物、はい、この巻物もね、めっちゃ欲しいと思ってるんで、はい、しっかりやろうと思ってます。はい、で激特イベントですね。激特イベントも一通り見てきて、多分喋ってないのは多分スーパー強化かな。スーパー強化、はい、今週も来ていますということで、はい、3週間に1回ね、3週間サイクルで今のところ来ています。はい、今回の超お得な育成が、なかったことを踏まえると、ちゃんと3週後に来てくれるかっていうのがちょっと不安になってしまうんですけれども、はい、私は今39なんですけども、多分ね、ちょっと今回は別にそんなに上を狙えないかなっていう感じがします。はい、強化石はあるんですけど、強化石はね別にあるんですけど、ジェムがね、なくなっちゃいそうなんで、もうすでに60万ジェム使っているんですよ。で23万ジェムで今あって、あとは通常のクレイジーエッグとか王の花道とか、あと北方の侵略者の、報酬で100万消費まではいけそうな感じは別にしてるんですけども、その強化で上がる期待値があんまり高くないので、まあ、そんなに強化に突っ込まないかなみたいな感じがしています。装備の強化よりドラゴンの強化かな、多分こっちの方で、ちょっと使おうかなと思ってます。このね、今射撃兵の攻撃力がちょっとだらしない感じなので、金金にしてやろうかなと。行軍速度はね、いいと思うんですよ。私は行軍速度強いと思ってるので、射撃兵の攻撃力、この2つはね、少なくとも金にしたいなっていうので、同じジェムをかけて強化石使うならちょっとこっちで使おうかなみたいに思っているところです。あとはね、ジェム使いたいところ、もう一個技量、こっちも上げたいんですよね。はい、こっちのドラゴンの方向の方はレベル40にしました。で、ラバキングはまだね、35なんで、はい、こっちはね、5.4K 消費なんです。はい、レベル40から上げるのに 21K 消費なんです。はい、もう無理です。左側は、このタイミングでは上げねえなっていう、もうちょっとジェムが溜まってから上げようかなって思ってます。はい、ちょっとお高すぎますね。はい、少なくともスーパー強化と一緒のタイミングでやれねえってなりました。はい、まあ、スーパー強化をねやらない理由の一つに、ジョージさんのね装備もだいぶまとまりましたっていうところもあります。はい、もうすでにね今期何回かやって、はい、まあ金2つ、オレンジ1つ、紫1つね、ちょっと心もとないですけども、まあまあまあ良いでしょうと、防御。で、次の防御はこっち。はい。こっちもね、金、オレンジ、金、オレンジ、金、オレンジ、まあまあ、まあまあ、球大点 80% ぐらいのね、出来にはなってるんじゃないかなっていう感じかなと。で、あとは次、攻撃を見ていきましょう、攻撃。
はい、攻撃ね、金、オレンジ、金、なしみたいになってて、リファインをかけるならこいつですね。この、こいつが攻めて紫以上になるまで、まあ、やるかな。でも、1回の強化で 6K ゲーム失うの？それをやるぐらいやったら、ドラゴンのギルを上げた方がよくない？みたいにちょっとね、悩んでます。はい。で、アケメネスボウ、こっちですね。はい、こっち、頑張りました。はい。と、見せかけて、嘘です。一番下は歩兵です。はい。まあ、だいぶね、強い金色が3つついたんで、まあ、これも歩兵の棒攻撃じゃなくて、騎兵がね、つくまで頑張りたいとこなんですけど、これも 6K かかるんで、まあ、どうしようかな、後回しかな、みたいななってます。はい。で、一番重要な HP ですかね。はい、HP。これもね、ちょっとね、これも心もたいないんですよ。金でも中の、金の中でも最弱な1700。で、無意味なパーセント。で、オレンジでもなく紫。っていうね、ちょっとね、ヘルメットだらしないですよね。で、こっちの HP。こっちがね、頑張ったんです。はい、レッグアーマーが金が3つ。まあ、ちょっとね、1900あるうちの1700台なんで、大したことないんですけども。まあ、ここはでもしっかりね、オレンジの1400もついてるので、まあまあ、なんというか、80% ぐらいの出来にはなったでしょうという感じがしているので、一回ね、ジョージの、これ以上のこだわりっていうのは一回置いといて、先にね、アタッカーである、エレクトラとか、ケルティックデーモンとかの、育成に力を入れようかなと思ってます。はい。っていうので、いろいろなんか、今後のプランみたいなところをずっとね、話をしていたら、気づいたらまたこんな時間になってしまった。とはいえ、ちょうど終わるところだったので、はい、スーパー強化のイベント中なんですけども、私はそこそこでやろうかなって思ってますという報告でした。はい。強化石はね、なんか、強化石が枯渇するよりも、ゲームが枯渇するんで、はい、今は還元で強化石をあえて交換せずに、その他のやつ、刻印、命の源とか交換をしたりしてましたね。はい。そんなところですかね。途中で、はい、いろいろおさらいとかもしながら話をしていくことができました。一番最後に重要なところだけもう一回話をして終了にしようと思います。一番重要な、神獣スケール。これですね。はい、この神獣スケールは毎日1日42個までゲットできます。はい、ボスモンスターから落ちるんですけど、曜日系のボスモンスターから落ちないんでお気をつけください。はい、曜日系のボスモンスターって言ってるのはヒドラとかバイキング、はい、こいつらからは落ちないです。はい、ヒドラやバイキングから落ちないです。ただこのゴーレム、ベイヤール、ケルベロス、ファフニールも落とす、ケルベロスも落とす、はい、っていう感じで、通常のボスは落ちます。ただこの曜日ボスですね、こういう曜日ボスとかは落ちないんで、そこは気をつけてください。いくらね、ヒドラとかバイキング、あとユミルとか、今週だとパーンかな、はい、パーンとかを殴っても落ちないんで気をつけてくださいっていうのと、あと1日でね、落ちる個数最大決まってます。42までしか落ちないです。まあ、逆に言うと、期間的にね、まだ、今日の分も合わせて、あと、7日間あるので、7日 ×42、まあ、マックス頑張って42個ゲットすると、今からでも、まあ、290ぐらいね、珍獣スケールを集めることができるので、はい、なんとかね、人によっては、今からでも交換できるんじゃないかなと。まあそうじゃなくてもね、次回のタイミングでも交換できるようになると思うので、だいたいね、このイベントが始まると10日間かな、1日早く終わるんですよ。王の花道と同じく月曜日とかに終わっちゃうんで、だいたい10日だった気がするんですけど、その10日でフルフルで集めれば420集まるので、1イベントにつき一応1体解放できるっていう感じにはなってます。ただそのどのモンスターが落とすとかを
ちゃんと分かってたり、あと、1日に42個しか落ちないよみたいなところを理解してないと、そのスタミナを使いすぎちゃったりだとか、はい、しちゃうので、お気をつけください。ただね、なんというか、新しい刻印っていうシステムとかは、結構強いと思うので、しっかりね、遊べましょう。ちょっとね、もう、雷鳥追加は、私的にはがっかりイベントだったんですけど、雷鳥は強いんですよ。雷鳥は強いんですけど、また増やしてくれたなっていうのががっかりだったんですけど、はい、もうね、はい、なんか、スライドしそうな雰囲気漂ってますが、一応ね、収まりがいいんで、きっと、しばらくは出ないと思います。はい、あ、富山さん、名称引き換え券497で今回終わってしまった。あー、惜しい、ギリギリ3つ。まあ、名称引き換え券のね、アイテムなくならないんで、また、あれ大体、2週間に1回ぐらいとかで来るので、また多分来週に来るんじゃないですかね。次回交換できますね。私は名称引き換え券のイベントあと2回ぐらい来ないと確かダメだった気がする。あれもね、77 1回あたり11時で7日間なんで77、1イベントあたり当たるんですよ。なので私、うん、あと2回あってもダメですね。3回イベント来ないとダメです。はい、ただね、確実にエピックもらえるんでこれも楽しみですね。はい、そのところで、今日もですね、いろいろごちゃ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 と、喋ってきましたが、ゴジラコインが肥やしになったままです。ゴジラは、あれです、終了っていう話出てなかったので、なんでしたっけ、キングコングはね、これがラストだよ、みたいな話、出てたんですけど、ゴジラはそんな話出てないんで、ゴジラはきっとね、またあると思うんで、ゴジラはね、またきっと復活してくれると思います。はい、復活してほしいですよね。なんか、交換したくて待ってる人いるので。はい。まあまあ、そのところで、今日はね、今日も、いろんなところを、おしゃべりして、なのですが、またね、2時間経ってしまったので、ここら辺で終わりにしておこうかなと思います。はい、ひとまず、今週と、まあ、来週で私の、跳ね取り前の最低限の準備ですかね、が整うので、次のね、SVS からは毎回ですね、跳ね取りを目指して頑張っていこうかなと。まあ、簡単にね、1回取れるわけではないかなと思って、継続するしていく必要があるかなと思うんですけれども、やっとこさ、スタートラインに立てそうなので、次回から頑張っていこうと思いますと。はい。ということで、今日の配信はこれにて終了したいと思います。またね、来週の、火曜日10時から同様にヘボニープレイ配信していこうと思いますので、お時間よろしかったらまた来週もご覧いただけたらと思います。ってことで、最後にですね、最後に、スケジュールを表示しながら、終わりにしたいと思います。はい。スーパーフィーディングのアイコンがなくなってます。悲しいです。心中スケール。めちゃくちゃ大事なイベントなので、心中スケール真ん中に持ってきたアイコンを大きめにして追加しました。はい。皆さん、心中スケール頑張って集めましょう。はい。そのところで、皆さんコメントありがとうございます。おつじゃる様でした。いえいえ、皆さんコメントありがとうございます。皆さんがコメントしてくださると、私も受け答えでいろいろ喋れて助かります。はい、といったところで、今週もありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録や高評価お願いいたします。ということで、今週もおつじゃる様でした。また会いましょう。